年か。ああ、年末年始どうしようかなと思ってんだよね。まあでも30とかに帰ろうかな。と思っている。じゃあペカド行こうか、景気よく。干からびたばあさんに水与えてこいよ。ピャーって今あれだよ、うちのばあちゃんさ、あの死にかけのネテロみたいな顔してるから、しわくちゃで。あの、そう、百式館のゼロ式歌った。そうそうそう、マジでネテロみたいな顔になっちまってる。いやいや、ほんと多分ね、それ想像つくわ。めっちゃネテロだよ多分ね、きっとね。結構さ、こじんまりした可愛いばあさんだもんな。うん、ネテロみたいな。やりくべおめえのばあさんの心臓にさ、トップンぬぷってじゃん。そうすべ、みんなで年末年始暴走ハンドで何か。あ、そしたらさ、うちのばあちゃんさ、ペカドにさ、パラシュートで下ろしてさ、ミニチュアロードでローズしますから安心しろ。まあ、じゃあ40人ぐらい持ってけんだろ。それいいね、最高の物資だわ、最高の物資。ほんと最高パスだよ。母ちゃんに聞かれたらめちゃくちゃ怒られそう。あんた何言ってんの、そんなこと言ってんって。冗談でそんなこと言っちゃダメでしょって。こいつうますぎ。いや、こいつ技術力高すぎる。何でやられた？うわマジで。ドリフトで引き殺された。敵の主観みたいわ。あー、まだ見れねえか。いやで、ね、避けれんわ。そこにいる、そこにいる、そんな感じ、そんな感じ、多分。あれ違うか。いや、それ俺。おおおおおおやべえ、ちょっと4次元いっちまった。まあいいや、おめえ死んじまったし。なんだ今の。ぐにゃ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 ってなってたね。ぐにゃ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 ってホワイトホールに巻き込まれてた。なんだあれ。いやー、こいつ使い手だわ、うめえ。ドリフターズだった。ああ、運転分かってるあれだわ。俺これできねえもん。ああ、そんだ。うまい。じゃあもう次ファイナリティブラスト。オッケー。4時24分でしょ。